消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、まあ、もちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、翔平 TV です。翔平です。お願いします。というわけでですね、先日、ディッカーズ VS 諸平図、で試合をしました。その時にね、いろんな方来たんですよ。ディオさんにも会いました、はい、静岡のニーレス新旧整骨院さん、グリーピーとかね、白根さんとかね、元プロのいろんな人来たんですよ。来ましたね。その中で、ディオさんからね、呼ばれまして、これもディオさんの動画で、上がってるんですけど、グローブをいただきました。まさかの、まさかのいいんですかと。びっくりして、めちゃめちゃいいグローブだったんですよ。それを今回紹介したくて、実際にディオさんにも来てもらってます。大手さん、お願いします。はい、お願いします。お願いします。ディオのオッチョです。はい、お願いします。お願いします。よし、というわけでですね、この間、ありがとうございました。ありがとうございました。で、グローブいただいたんですけど、はい、家でもポンポンしたり型をつけたんですよ。はい、でそれがこちらですね。はい、こちらバーンとね、かっこいい。はい、やば。ディオさんのグローブオーダーをね、いつの間かしていてくれてて、はい、もう知らなかった、マジで。急に呼ばれて、何かと思ったら、いただいちゃった。ていうか、特徴がすごくて、僕は本当にグローブ分かんないですけど、はい、これは見れば分かる。柄があるんですよ。ペイズリー柄がもう全部に入ってるんですよ。わーって。補給面にも入れてみます。そうなんですよね。グローブの補給面に柄とか、なんか片押しとかって入れるんですか、普通って。普通は入れないです。普通入れないですよね。はい、なぜ入れないんですか、それって。やっぱり擦れてきちゃったりとかするので、普通は入れないです。そうですよね。はい、でもしてあるんですよ。いや、俺本当分かんないから、普通に感動してる。でも多分グローブ分かってる人は、この補給面が使っていくと一体どうなっていくんだろうっていう。そうですね。ですよね。はい、これ全部補給面ね、フェイズリー柄なんですよ。見えるかな。見えるよね。これ全部フェイズリーで、このウェブのとこに同じカラーのね、刺繍翔平 TV って入れてくれてまして、でこれ完全に横型。僕今は GS の縦型を使ってるんですけども、この1個前まではずっと横型だったんですよね。はい、なんで横型はもう慣れ親しんだ、もうしっくりくる方なんで、めちゃめちゃいいですし、軽くこう、なんだろう、このこっち、ここヒンジ、ヒンジって言うんですか、ここ。はい、ヒンジって言いますね。知ってますね、ヒンジって言うんですよ。ヒンジの部分をこう折ってるだけなんですよ、こう片付けって。基本的にピッチャーって、はい、こう折っとけば、あとなんかもう普通にまあキャッチするぐらいの何枚、あとはもう投げながら肩ができてくみたいなタイプなんで、はい、もうこれできました。ありがとうございます。できました、もう。はい、まあ明日から使いますんで、ちょっとこれ肩をちょっとこう見てもらって、はい、こんな感じなんですけど、あ、もう完全横型で。そうですよね。やっぱりちょっとまだこっちだけでやってる硬さも残ってきて。あ、まあまあまあ、そうですね、はい、もちろん。でこうやっぱ投げるのに、はい、グッて俺やるタイプなんですよ。あ、はい、力入れたい。そう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 、なんでちょうどいいんですよね、ちょうど。はい、ぺったんこあんま好きじゃない。ぺったんこになったらもう買い時かなぐらいな感じなので、はい、軽くね、キャッチボールしたんですよ。はい、そうそう。でもそれでも補給面はまだ全然柄も残ってて綺麗ですね。そうですよね。はい、マジこのグローブを見た時、俺マジでちむどんどんしてましたから。ちむどんどん、多分視聴者は分かんないと思うんですけど、分かんないですか。朝ドラ、朝ドラ見て、朝ドラ朝ドラ見てないから、全然こうワクワクするみたいな、こう、はい、ね、そうです、つきますもんね。はい、それ一覧で言ってみました。ありがとうございます。いや、マジで本当にもうびっくりしました。嬉しいし、ちむどんどん、ちむどんしてます。ちむどんどんですね。ちむどんグラブ。いや、本当に素晴らしいんですよ。ちょっとこれキャッチボールをさせてもらって、はい、ちょっと投げた感じとか、はい、それ話していきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。いや、嬉しいわ、これいいわ、マジでテンション上がっちゃった。これいいですね。全然緩い球でももう取れますね。全然取れます。ほぼ弾かないですね。いや、ね、マジで力入れてないんですよ、こういうの。ただこう、こうだけ。調子がいいですか？こうだけピッてやるぐらいなんで。はい。力
肩に負担かかんないですよ。多分もっと力入れると多分本当にもっとこうなるんです。負担ですよあんまり。いや、早いです早いです。いやいやいや、いいっすよこれ。いいっすよこれ。いや、音もいいし。いいっすね。だからこうなんか熱いんで、はい、なんかガッチリする。ちょっとまあ重いのかな。重い、ね、ちょっとそうですね、結構重めっすよ、ね、そうっすね、熱いんでその分重くなっちゃってますね。そうっすよ。正直僕は重くてあんま分かんないんで、むしろこうしっかりしてるんであんま分かんないです。うん、それより正直ミット気になるんですよ。音弱すぎてさっきからあれリオさんですもんね。そうですね、ミットも低価格の、うん、ネットが気になるなこれ。多分投げててすげえ気持ちいいんですけど。あれ動画上がってますよね。動画上がってます。上がってますよね。はい、大井くん動画も上がってる。はい、上がってます。見てもらって。もう投げるの楽しいもん。やっぱ音がいいとピッチャーは気持ちいいですよね。そう、どんどんこう投げたくなる。はいはいはい。これどんどん上手いって、はい、ネットがやばいもん、キャッチャーも。今通信キャッチャー上手いっすね。もうキャッチャー育成されてるんで、翔平さんに。それだ。まあちょっと、まあ、近いから曲がんないです、そんなの。いや、投げやすいな。投げやすい。投げやすいです。全然抜けない、しかも、うん、よく抜けるんだけど抜けないですよね。寿司抜きよ。ナックルにも投げます、投げます。ナックルにも最適っすよ。いいですわ。カーブ。こっからはまっすぐ、この藤川球児持ちの横。ないのですか。ないです。ないです。横目で。肩が。横投げ。あめ横の方がまです。うん。ちょっと待って。すいません。全然わかんないですよ、ピッチャー。でも取った感じどうですか。取った感じは全然いいっすね。全然走らないですよ。走らないですよ。大丈夫です。オーケーオーケーオーケー。いい、今日一、今日一、今日一。もう一個今日一行こう。いいっすよ。じゃあキャッチャー座って。違う、違う。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。無茶ぶりにつけてます。すいません。弾かないっすね、もう。いや、弾かないですよ。はい、マジで。しかも、横なんで、はい、横投げ目ですると、マジでコントロールが良くなる。そうっすね。体開かないっすね。そうっす。そうなんですよ。これやばいよ。めちゃめちゃ良かったっす。KO いいっすよ。来てもらって。出し。はい。で今回ですね、キャッチャーミットでね、リオさんのキャッチャーミット、低価格のキャッチャーミットを使わせていただいたんですけど、はい、こちらお値段っていくらなんですか、ちなみに。こっち2万5000円からになります。2万5000円ですか。ミット大丈夫ですか。はい、2万5000円からって安くないですか。安いでしょ。ね、低価格で。
ございますよこれ、はい、いや僕この色見ちゃうとあ5万5千とか6万とかするんだろうなみたいなカラーをしてるんですよ、はい、結構ショップ回ってるんで。でもね25ってこのカラーね、まあ、他のところではそういう5万とかで売ったりしてるところもありますんで。ですよね、はい、これマジいいっすよ。これマジいいっすよ。これちょっと詳細とかあの大井くんとかあのディオさんのねあの YouTube 見てもらって登録もしてもらってちょっとこれ確認してもらって、はい、で、まあ、中学生とか高校生とかねこれからね新しいポジションになるとかねグローブ買おうと思ってる子たちはこれちょっと検討してみてほしいなと思います、はい、ディオさんのインスタとか、はい、まあ、SNS の方でこう連絡をして問い合わせしてもらって、はい、あの購入する感じになると思いますのでぜひともよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日はちょろディオの、ね、グローブもらえましたっていうお話と低価格のガッチャミットもしくは別のねあのグローブもありますよね。はい、はい、こちらもあるので、ぜひとも検討してみてください。というわけで本日の動画以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、というわけで皆さんにキャンペーンのお知らせがあります。 ST ゴルフ&ベースボールさん、こちらですね、5月からキャンペーンを開始します。はい、以前ね、走れ大井チャンネルさんの方で野球ができるこのスペースを料金がね、すごい安くなるっていうキャンペーンをしてました。前回は走れ大井チャンネルを見たと言って電話予約か LINE 予約をしてお値段が1時間こちらの利用料3500円のところ2000円になって3時間利用すると1万円のところ5000円になるっていうキャンペーンをしていたそうなんですけど、今回5月からですね走れ大井チャンネルと翔平 TV で合同でね同時にキャンペーンをやりますので、もし使いたい方いましたら予約の際に翔平 TV を見た、もしくは走れ大井チャンネルを見たと言って予約してもらって1時間3500円のところ2000円で利用してもらって、3時間であれば5000円で利用してもらって、まあ、これから暑くなります。野球する時期なんで何でも取れないっていう場合もあります。そういう時に、まあ、こういうところで、まあ、練習できたりとか仲間たちが集まって練習するといいのかなと思います。1時間2000円であれば3人で、まあ、1人600円とか、まあ、4人くれば500円とかかな。3時間であればね、まあ、5000円なんで本当安く1人分安く済むと思うので本当こういう機会なんで。でこちらですね、あの野球のネットもあります。あの TO のネットもありますしキャッチャー道具もあります。で簡易的なマウンドもありますし、まあ、そういうのはあの僕と走れ大井チャンネルの方で寄付をさせてもらって、まあ、使えるようにしてあるのでぜひともね、あとはまあボールとかそういうのはちょっと持参していただいて、ボール、バット、ヘルメットなどは持参をしてもらうんですけども、はい、あと L 字ネットもありますので、はい、バッティング練習もガンガンできると思いますので、ぜひともご利用ください。という感じで、以上キャンペーンのお知らせでした。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますのでこれからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。